皆さんこんばんは、中央競馬予想 Y 氏の馬券のコーナーです。この動画では、2015年1月18日、日曜日中山11レース、で行われます、第55回京成杯ですね、グレード3の予想をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。先に、参考動画、レース参考動画で、木曜日に上げる予想を上げる予定だと言ってましたが、ちょっと、時間がなく上げられ、この時間になってしまいました。申し訳ございません。はい。ちょっとね、後ろ時間が詰まっているので、サクッとやらせていただきたいと思います。はい。そうですね、早速、僕の本命はクルーガーにしました。前走はね、エリカ賞直線ベルフとの叩き合いで2着、まあ、これはね、まあ、多分内外通った位置取りの差だと思います。今回は、3枠5番と絶好の枠を引いたので、まあ、ベルフとの差は縮まったかなという気がしています。で、まあ、マイネル・シバリエ、フォワードカフェ、あと男気1本ですね、そこ間違えんなよって男気1本ですね、あたりが花争いをしそうですが、まあ、男気は初の芝で、ホープフルステークスのペースを見ても多分ペース的にはスローになると思われます。なので、内ロスなく、ね、先行できるこの馬にとってはプラスだと思っております。まあ、フェアリーステークス、先週のフェアリーステークス、ノットフォーマルとか、最終レースの初ガツオなど、ダート血統の馬がね終盤来ていたんで、金亀のこの馬にも今の中山は合うんではないかと思いますので、クルーガー本命にしたいと思います。対抗はベルフです。ベルフ、グレード制導入以来ですね、まあ、84年に導入されたんですけど、エリカ賞の勝ち馬の出走は6回で、2010年のエイシンフラッシュなどが勝利をしております。で、勝ちもですね2012と、このレース相性はいいと思いますんで、押します。相性はいいですし、まあ、この馬自身、調教もですね動きが良かったですね。ミチュアルのシーウッドで6ハロン85秒、4ハロン40秒、3ハロン12秒4と、タイムは悪くないですし、あと母レクレドールは重賞2勝馬ですね。で、血統も、ステイゴールドがひらがなになってるじゃないか、ドの、ゼンマイですので、中山コースも合うと思います。またねこのレース自体、8枠が結構来ていますんで、まあ、枠も、まあ、外枠ですけど、まあいい素材、高素材、買いの素材じゃない、材料だね、高材料ではないのかと思います。はい。続いて黒三角はブラックバゴにしました。やはり、前走ホープフルステークスでは出遅れて、さらに、直線が詰まってしまった中をラスト、100メートルぐらいかな、打ち終わって3着に入ってきました。まあ、強い、負けて強しの内容だったと思います。で、鞍上海老名ジョッキーの中山実績もね、中山2000実績だね、中山2000の実績も、まあ、19、21、12、82、まあ、勝利数とかは関係なしにして、
勝率 14.2、副勝率 29.9、 連帯率 29.9、 副勝率 38.8 とね、コース相性は悪くないですので、ブラックバゴ、黒三角に押さえたいと思います。あとは白三角ですね、タケル・ラムセス、これは完築賞が、スローペースながら、まあ、ホープフルステークスもスローペースだったんですけどね、刺しての1着でホープフルステークス組よりも、まあ、タイムが良いということから抑えたいと思います。あとは外枠ですが、まあ、さっきも8枠来てるということで、ザイディック・メアですね。まあ、前走、まあ、阪神の未勝利、まあ、相手関係はね、相手が弱かったにしても結構足がですねすごかったですしね、最後のあんなとこから飛んでこれるんだっていう足を見せましたし、まあ、中山どうかって感じではありますけど、まあ、ゼノロブロイ、ハハチブライアンズタイムで、まあ、力のいる馬場は向いているのかなと思いますんで、ザイディック・メア、白三角、まあ、ソウルインパクトはやはり、ディープインパクトなんで抑えよ。で男気一本はまさかの枝手亮の逃げ残りというのをちょっとね期待して、ちょっと抑えてみたいと思います。まあマイネルシュバリエが行くと思うんだけどな。まあ最内2枠3番引いたんでね、ひょっとしたら、男気一本ですね、男気じゃんけんっぽいじゃないですけど男気一本ですね、はい、抑えたいと思います。無謀かな、まあいいよね、アナトーとはそんなもんだって分かんないよ、アナトーなのかな。買い目は、3連服、一等塾ですね、二重丸塾の流しで勝負をしたいと思います。はい、このあと、日経新春杯の予想を上げたいと思いますが、多分時間的に多分、土曜日の朝8時ぐらいになると思いますので、上がってましたらそちらの方もどうぞご覧ください。参考動画もねアップしております。京成杯、日経新春杯、あんま参考にならないかもしれないですけど、よろしかったらそちらの方もご視聴いただければ、幸いでございます。はい、そうですね、今年入ってまだちょっとねバンとしっかりした当たりはないんですけど、なんとかですね、初当たりさせたいと思いますので、ね、まあ頑張ります。はい、頑張りますね。意味がわかんないね。まあなかなかね、今言った通り当たらない動画ではございますが、ぜひ馬券購入の参考にしていただけたらと思います。ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、こちらの動画は、以上で終わらせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。